皆さんおはようございます。マーシーです。本日は10月17日土曜日、時間は午前8時35分になります。気温は 24.4 度です。皆さん改めましておはようございます。マーシーです。10月17日17日土曜日になります。こちらはですね、ビジネスホテル2日目、滞在2日目になります。まあ明日の朝午前10時でビジネスホテルでの滞在は終わってしまいますが、焼肉屋をね、先週水曜日焼肉食べ放題のお店を出てホテルに戻って、ホテルの部屋で丸々市に、もしかしたら移住する候補地、2つ目の候補地でもある丸々市に一回行ってみようと。物流会社で働いてから行くのは並大抵のことでもないですし、時間的な問題、日程的な問題でなかなか行けないから行ってみようと。行って後悔した方がまだいいと。行かないで後悔するよりも行って後悔する、やらないで後悔するよりもやって後悔する、これはやっぱしね、やってから後悔した方がいいんですよ。ですので、あの時行っとけばよかったとか、そういう風にならないためにも、今回緊急的にとある町にいるのであります。まあ、ちょっとね、11泊12日したホテルにつきましては、まあ、ホテル名も大体皆さんわかってると思いますし、もう私マーシーの口から言わなくても、私マーシーがどこの町で滞在していったのか、大体皆さんわかるかと思いますので、まあ、ちょっといろいろ証拠出しすぎたので、今回につきましては、まあ本当にトップシークレットです。まあ極力証拠を出さずに、前回ねバレてしまったので、極力証拠を出さずに、現在ホテルに滞在しているわけであります。それでですね、今現在の時刻は、10月17日土曜日の8時40分なんですけども、今さっきホテルの1階、ロビーの隣に朝食を取る場所、スペースがありまして、一人で食べてましたら、まあ、他のお客さんもパラパラと、私マーシー以外に、だいたい2、3名いたんですけども、そうしましたら、突然、集団で十何人ぐらいの男性の集団が、なんか制服を着た、作業服を着た集団が、すごい、たくさん入ってきまして、そうしましたら、多分制服の、デザイン色からしまして、警備関係のお仕事をしている方が、今現在こちらのホテルに滞在していることが判明いたしました。なぜ警備関係なのかということが確信持ってたのかと言いますと、もちろん制服的になんか警備の服装かなと、私マーシーもね、専門学校を卒業して以来、様々な仕事を職を転々としてきましたので、そのような予想はついたんですけども、何よりも絶対 100% そうだと思ったのが、ズボンの後ろに赤い棒を刺してあったんですよ。もうそれで、あ、この人たち警備関係のお仕事して、ホテルに滞在してるんだなということを確信いたしました。私マーシーが食事を取りに1階に行った時間帯が大体、8時前後ぐらいなんですよ。8時前後ぐらいで食べてまして、だいたいまあ5、6分経過したんだと思いますけども、8時5分過ぎに警備関係のお仕事の人が10人ぐらいで帰ってきまして、そうしましたら朝食スタッフの方が、お帰りなさいませーみたいな感じで声をかけまして、一部のその警備の方ともう慣れて、もうほぼ実質顔なじみの状態になり、なっていると思いますので、談笑してたんですよ。ですので、結構こちらのホテルには長期で滞在しているものだと思われます。要は何を言いたいのかと言いますと、朝帰ってきてお帰りなさいませってことは、警備の十数人の男性の方々は、夜勤のお仕事をしていたものだと思われます。もうね、本当にリスペクトしております。警備で夜勤って本当に大変だと思います。私マーシーはね、80回以上転職してきまして、警備のお仕事はやったことないんですが、
工場のお仕事で夜勤のお仕事は経験があります。まあそれなりに夜勤のお仕事経験あるので、夜勤のお仕事がどれだけ大変か、体力、メンタル的にどれだけ大変かっていうことにつきましては身をもって知っているので、で、しかも警備の仕事は外じゃないですか、基本。まあ、屋内での警備の仕事もありますけども、道路での警備のお仕事、外での警備のお仕事は大半ですので、雨風打ちつけて、体に打ちつけて、寒さに耐え忍んでお仕事をしている。特にですね、こちらの現地、私マーシーが滞在しているとある町は、静岡より確実に寒いです。これは 100% 言えます。私マーシーもね、38年間。まあ、いろんなところ全国つつうらうら行きましたが、基本38年間静岡に住んできたわけなんですよ。確実に言えることは静岡よりも絶対に寒いです。これだけは言えます。今日もですね、朝起きてからマスク取りに車の中に戻ったんですけども、外出たらものすごい寒いです。気温見たらなんかテレビの気温見ましたら、なんかもう10度前半とかそのぐらいだったので、静岡より確実に寒いです。本当に寒いです。そういう状況の中、夜中警備して道路の交通警備をして雨が降ってきました。そういう状況の中お仕事をしている警備の方々に対しました。心からリスペクトいたします。で、私マーシーはその方々の光景、夜勤帰り朝帰ってきて玄関から入ってきた瞬間を見ましたので、尊敬する思いでいっぱいです。まあ、おそらく本当に疲れてるんだろうな。もう頭もガンガンしてるんだろうな。眠気に襲われているんだろうな。睡魔に襲われているんだろうな、と。私、マーシーは悠々自適に朝食をしていたんですが、心の中でそう思いながら、朝食をとっていました。また、その警備の方々は、朝食が、食べ終わりました。部屋に戻ったりとか、外へ出かけたりとか、まあお風呂があったらお風呂の方向に行ったり、大浴場の方向に行ったりもしていたんですが、まあこれから寝るんでしょう。まあ時間的にこれから寝るのは間違いないです。そしてまた夕方夜から、まあシフトは勤務時間はわかりませんが、そのような感じで夜からお仕事をするものだと思われます。その光景を見て私マーシーもやらなきゃいけないなって前向きな気持ちに正直なりました。私マーシーも本当に借金返済、大学卒業、そのためには学費も貯めなければなりません。そういった警備の方々、日本は本当に一番縁の下の力持ち的な存在である警備のお仕事をされている方々のそういう姿を見て、刺激をいい意味で受けました。ですのでね、物流会社本当に勤務したいと思います。今は本当にね、警備の方々のおかげで本当に前向きになりました。朝起きて多少憂鬱だったんですが、現在は本当に前向きになっております。憂鬱度は今現在、土曜日の時点で約 10% になります。まあ、朝起きた時は正直ね、30% ぐらいになったんですけれども、警備の方々の仕事帰り疲れた様子で帰ってきた、その様子を見まして、私マーシーはいい意味で刺激を受けました。ですのでね、本当に前向きに頑張っていきたいと思います。本当に警備の方々に本当に感謝してるんですよ。まあ、もし警備の方々が来なければ、憂鬱な状態 30% の状態をキープしていた可能性も結構あるんですよ。ですので前向きになりましたのでね、本当に仕事をね、月曜日から物流会社で勤務を始めましたら、まあ本当に辞めたいようなそういう場面が何度も来るかと思います。そういった時にはね、自分自身の目標というものを心で思い出して、自分に言い聞かせて勤務していきたいと思います。本当であればね、朝起きた時点ではすごい後ろ向きな話をしようかと思っていたわけなんですが、こうやってね、前向きなお話ができるっていうのはね、非常にね、ありがたいことですしね、今日はね、ビジネスホテル滞在2日目最終日ですので、
食べて食べて食べまくります。本当に食べます。まあ何を食べるかね、まだ決めていませんが、本当に食べます。ですので、私、マーシーも絶対月曜日から出勤します。なんか前向きになってきちゃっていましたね。本当はね、後ろ向きな話しようかなと思ったんですけど、前向きになりました。本当に前向きになりましたね。ですので、これからも私、マーシーをよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。